中山秀幸の有楽町で会いましょう。お願いします。改めましてこの女人公演いいですね。ありがとうございます、うん、もうなんかすごくドラマがこの数分間の中にありますよ ね、 うすね、はい、うん、もうだからもう発売した当時よりも、うん、もしかしたら今の年齢になった方が、うん、なんかあのしっくりとくるのかななんて思いながら、うん、でも当時はねこれは非常にロック調でもあったわけですから、はい、いろいろとご意見もあったみたいですね。そうですね、うん、まあ若かったですからね、うん、まだ20代で、であの港を舞台にした歌をずっと歌ってましたんで、うん、突然こんな歌を歌うとどうしちゃったのっていう声もあって、うん、でも賛否両論ある中で、うん、この歌を通してまたあの歌謡界や社会を知ったという気がしますね、うん、また世界が広がったという感じですよね、まあ、それもありますね、うん、はい、まあ、でもそういった意味で言いますとデビュー25周年、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。なんとかなんとか、まあ、25年今改めてこう振り返りますといかがですか。25年、いやなんか長かったなと思います、うん、あの10代でデビューしたので余計に一番多感な時にね、あのいっぱいいっぱい吸収することができて、うん、あの社会に育てていただいたんでね。高校生だったんですよね。高校生でした。だからもう学校が終わって、うん、制服のまま現場に行って、うん、歌を歌ってっていう感じだったので、うん、なんかあの自分の中ではあの部活動の延長みたいな感じで。あ、そうか、学校終わったらそのままスタジオに行って。楽しくて楽しくて、うんうん、懐かしいわ。でもそういうでもね、時代時代でいろいろあるわけでございますけども、はい、ジャズは結構歌われたんですか。そうですね、一生懸命勉強しまして、あの、うん、古い歌い手さんですけどサラボンさんのアルバムいただいてショックを受けまして、あの My Funny Valentine って言った時に涙が出たんですね、うん、あれを聞いて、はい、山形から出てきてカルチャーショックですよ、うん、でこれなんで涙出るんだろうと思って、うん、よしこれだと思ったんですけど、うん、お好きな歌はどんな歌だったんですか。はい、そうですね、ボジョーとかですね、うん、思い出のサンフランシスコ、ちょっとちらっとお聞かせください。本当ですか。Love is the many splendid thing. It's the every rose that only glows in the early spring. ってな感じですね。ありがとうございます。さすがですね。全然問題ないじゃないですか。ぴったりですよ、うん、そうですか。いや、あの最近ですね、その再デビューした時から、うん、またちょっとこう復習をして、うん、スタンダードナンバーをね歌うようにはしてるんですけれども、でもやっぱりそれだけやっぱり、勉強なさったってことですもんね。英語は勉強しましたね。発音は勉強しました、ね、うん、なんせ山形なんで。ですね。エドワルド君はあれなんですよね、あの産んでくれたお母さんと育ててくれたお母さんが違うんだよね、はい、そうです。あの僕生後2日目で、うん、その産みの親は未婚の母でありまして、うん、僕を育てられない。それでもう生まれるもう前からもうずっと決まってたんですね、うん、で生後2日目で日系2世の親の元の養子になったんです、うん、あの32年ぶりってもう生後2日目ですから、そうか、このコンサート、この会場で、うん、産みの母親と育ての親の再会がここで行ってるんです、うん、いや、もうそれを初めてでしょ。初めてです。一緒にそのご両親を本当に初めてでした。並んでみるのは袖でもうそれを歌う後だったらいいんですけど、うん、歌う前に身にしたもので、うん、もう母絆、自分のデビュー曲歌わせていただいた時もう涙止まらない、もう止まらなかったですね。そうだ、嬉しかった。すごい胸に熱く本当に込み上げる思いが今でも思い出して非常に嬉しく思います、ね、でも非常に複雑な、ね、思いでしょうけれども、ありがとうございます。でも感謝だもんね。そうですね、産んでくれて感謝、産みの母を、そうです、あのどちらに関しても反発の気持ちは一切ございません、ね、一切ございません。立派だね、はい、嬉しいです。親孝行してくださいね。します、ね、はい、いや喜んでますよ。でもね、こうやって頑張ってるんだから。